おはようございます。おはようございます。じゃあちょっと5月19日の朝礼を始めます。最初によろしくお願いします。お願いします。お世話になります。エンゾンビヤジマです。お世話になります。はいはい。これはネギ納豆チーズマヨパンですね。でさ、みんなにやる。めっちゃうまいですよ。こうじゃくんの部屋が。いや、そうなんですよ。3分10秒ぐらいのところで、字幕が少しちょっと小さくて見づらいので、そこだけ大きくしてもらってもいいですか。はい、じゃあそこだけ修正お願いします。はい、失礼します。はい、振り返るといつも君が笑ってくれた。はい、エランソン宮島です。はい、お世話になります。はいはいはい、今大丈夫ですよ。はい、お疲れ様でーす。お疲れ、お疲れ、お疲れ様。お酒を。お、もう準備バッチリ、まこちゃん。用意しました。じゃあ、今宵に乾杯ということで、乾杯。乾杯。イエーイ。宮地さん、最近彼女とかいるんですか？いやー、もう、ビアジさんは彼女は最近はいません。全然出会いがね、ないですよ。あれ、マックちゃん、なんか、あれじゃん、なんか付き合ってた彼氏とか言ったじゃん、なんか。あとは、なんかどうなの、最近。いやー、もう別れましたよ。あ、別れたの？別れました。マジで？あんな仲良かったのにね。はい、まあ、じゃあさ、今度なんか、どっか行こうよ、なんか俺と。ああ、行きます？うん、行こうよ。行こう行こう行こう。なんか、いい？普通に。はい、行きましょう。お、デートってことだよ、つまり。デートだからね。OK。デート、デートですから。どこ行く？じゃあ、デートとかさ。うーん。なんか、いいよ。ちょっと、行きたいことの一つに対して、俺3つ提案するから。
そうそう。花火大会とかですかね。花火大会ね。もういろいろありますよ、花火大会なんか。琵琶湖花火大会でしょ。あと、ちょっとお寺行きますね。あ、OK、行ってほしい、行ってほしい。琵琶湖花火大会。戻りましたー。ん？ビアジさん、聞こえてます？もう、ほんまに寝てますね、これ。あかんわ。